キャバ嬢をしています。女性の28歳まで2000万くらいあれば少しは有利人生選びますか。いいえ。あ、運びますか。いいえ。あと結婚願望漠然とあって、正直60年間寄り添える異性がいるとは思いません。ただ年を取った時の収入や孤独には嫌です。つまり女性にとって婚活は就活なのです。その28歳で相手の男性があと何十年もどういう人になるのかっていうのを当てるのは不可能だと思います。例えば現段階でじゃあ相手の人も28歳で超絶いいやつで浮気なんか絶対しないよねって思い込んだとしても、40ぐらいになってなんか転勤とかになって、転勤先で若い子と仲良くなっちゃったりとか、外国に行くことになりましたとか、人生ってどうなるかわからないんですよ。でその時に自分じゃ仕事する能力全くありません、その人の収入に依存するだけですってなると、もう相手が浮気して不倫しまくってるけどそれを我慢し続ける人生しか手元に残ってないんですよ。要はそれをやめて働くっていうのができないと、もうその人に言いなりになって、殴られたとしてもずっと不倫されて、しかも殴られて我慢し続けるっていうことしかできないじゃないですか。で子供がいるとしたら、じゃあもう子供のために我慢するしかないっていうので、旦那さんは不倫しまくり、自分のこと殴りまくり、でも子供の世話ずっとするみたいになっちゃうので、残念ながら婚活は就活ではないんですよ。自分の今好きな人はそんなことしないって思い込みたい気持ちはわかりますけど、人間どうなるかわからんので、例えばじゃあその人が突然手足がなくなって3本目の足だけ長いみたいな人になるかもしれないじゃないですか。なのでもし自分のその自由だったり、自分のその生活を守りたい、その生活力を守りたいとか、自分のやりたいことがあるとかであれば、ちゃんと自分の稼げる能力っていうのは最後まで維持した方が選択肢は残るんじゃないかなと思いますけども。